震度28、トリム安定。何か確認できるか？モニターに変化ありません。この辺りに何かあるはずだ。このままゆっくり進め。は大丈夫？兵所恐怖症か？大したヒーローだな。あなただって苦手なものの一つや二つあるでしょ。結構元気になったようだな。どうだ？前方に巨大なブルーホールがあるぐらいです。ブルーホール？海底の鍾乳洞とでも言いましょうか。内部は未調査で危険です。中に降りろ。は？いや、それは、しかし。キリムの示した位置はこの中だ。構わん、入れ。了解。視界50。不気味な穴だな。深さは41、42、ただいま43メートル。まだ下があります。まるで底が見えません。底なし。どうした？水温が急激に上昇します。30、36、40度。水温だと？まだ上がっています。それに海水の成分数値が通常の50倍を超えています。海底火山でもあるのか。よし、この真下に手をたちがいる。しかしなんだよこの穴は。急に水温が上がって、まるで温泉じゃねえか。このスーツじゃなきゃ湯渡りしてるぜ。あん？うわあ！なんだ？強い潮流が起きてます。このままでは危険です。構わん、進め。キリムが示したのはこの先だ。おい、何を言っている？一体何のことだ？ディアナ！黙れ小僧。こいつがどうなってもいいのか。いえ、何のことだ。あなたも海の民なら聞いたことあるでしょ。眠る竜の話を。眠る竜？世界の果てに眠る海の竜。そうか、サルドのことだったんだ。分かるように話せ。あなたもしかして聞いたことないの？お父さんお母さんは話してくれなかった？何？どうした？潮流がさらに変化しました。ダメです、操縦不能です。船体、船内ともに異常ありません。水温も通常値に戻りました。よし。今頃お目覚めか。リアナ、どうしたの？竜の牙。え？竜の牙。多分あれが眠る竜、海の民の聖なる家、サルドよ。あれが入り口なのか。ええ、牙を刺すと竜は口を開く。牙っていうのは多分そのキリム。キリムが鍵の代わりなんだわ。本当に何も聞いてないのね。キリムを貸して、私が開けてくる。妙なことは考えるなよ。こいつがいることを忘れるな。大丈夫、心配ないよ。ひどい目にあったぜ。これがサルドの入り口か。すごい、光がある。それに空気がとっても美味しい。リアナ！ここがサルドか。リアナ！竜のお腹は中にも鱗があってキラキラ光っている。え？全部本当の話だったのね。うん、そうだね。さて、もう十分感傷に浸っただろう。では案内してもらおうか。私はガイド
じゃないわ。ここに来たことだってないのよ。ではなぜいろいろ知っている？母さんが聞かせてくれた話。その話はきっかけだったけど、ここに来たら全部本当なんだって分かったの。よかったじゃないか。さあ行け。きっかけでも何でもいい。我が家を案内しろ。お前たち二人はここに残れ。はっ。でもなんで光があるのかしら。それに酸素まで。光の仕組みは分からんが、酸素はストロマトライトから作られている。今から20億年前に大繁殖し、現在の地球の酸素を作ったと言われている植物だ。全く素晴らしいじゃないか。うるさいのが現れたぞ。おいおい、これから忙しいってのによ。エヴァンはどこだ？ちょっと取り込み中でね。誘拐犯はこっちと向こう。なるほど、ルパンは海の中か。おいおい、無理しない方がいいんじゃねえのか。古式兵法の達人に向かって何を言うか。スキューバーのライセンスも試着済みだ。サメに食われんなよ。これはリアナ、これって。おい、これはどういうことだ。お墓、石になった時間ってお墓のことだったんだ。墓？この石が墓だと？海の民のお墓。これだけか。そんなはずはない。墓など、そんな言い伝えは聞いていない。どこだ、どこにあるんだ。さあ、どこだ。肝心なものはどこにある？肝心なもの？とぼけるな。大いなる力はどこだ。あなたは何を探してるの？大いなる力を何だと思ってるの？小娘、貴様。リアナ！やめて！お願い、やめて。私、ここに来て分かったのよ。サルドは、ここは海の民の墓地。あなたも感じるはずよ。海と共に誰にも邪魔されず安らかに眠りたい。その願いがこの場所をサルドを作らせた。大いなる力なんて存在しないのに。そんなはずはない。もう一度だけ聞いてやる。さあ言え。言ったでしょ、そんなもの存在しないの。そうか。あなた間違ってる。私が間違っているか。なるほど、それもいい。で、どこにあるんだ。凍った竜の涙の奥。何？多分この先の鍾乳石の裏。なるほど。ではお前に案内してもらおう。こっちへ来い。よし、いい子だ。では行こうか。お前たちはここで小僧と一緒に待っていろ。はっ。テオ。おじさん、大丈夫か？テオ。おじさん、どうしてここに？そうだ、リアナ。おじさん、リアナは？俺が来た時はいなかった。おそらくザーイが連れて行ったんだ。落ち込んでる時じゃないぜ、テオ。急いでリアナを助けに行くんだ。これが大いなる力か。さあ、キリムをどう使うんだ、ミヌーパ。キリム？何言ってるの。キリムは入り口に刺したままよ。あなたも知ってるでしょ。なるほど。しかし心配しなくていい。さあ、これをどう使うんだ。いけない、竜が暴れ出す。きっと良くないことが起きる。いえ！いやー！リアナ、どうした、テオ。今、リアナの声が聞こえた。急ごう、おじさん。よし。強情な娘だ。
まあいい。力を手に入れた後でゆっくり始末してやる。キリムが反応している。これだ、ついに見つけたぞ。このままじゃやられちまうぞ。次元、あそこを見ろ。え？なんだ？まさか大いなる力ってやつか？ディアナ！テオ、ルパン？ディアナ、今行くよ！来ちゃダメ！二人ともこの光に近づかないで！海の民以外の人がこの光に触れると蒸発しちゃうの！素晴らしい。ついに手に入れたぞ。大いなる力だ。なんだこれは。どうなっているんだ。なぜ私が。リアナ。テオ、よかった、無事で。リアナこそ大丈夫？大丈夫よ。感動の再会のとこ悪いが、急いでここを出た方がいい。二人とも先に行って、私まだやることがあるの。何言ってるのリアナ、そんなことできるわけないじゃないか。それにやることって何？あれ、え、凍った心臓が溶けて動き出してる。もうすぐさっきより大変なことが起こるわ。その前に封印するの。じゃあ僕も行くよ。ダメ、いつあの光が出るかわからないのよ。言ったでしょ、海の民以外は蒸発しちゃうって。ダメだリアナ、危険すぎる。そうだよ。大丈夫、私はミヌーパなのよ。リアナ、やっぱり僕も行く。大丈夫だよ、だってリアナはミヌーパなんだから。たくしょうがねえ子供たちだ。わかった、二人で行ってこい。ただしちょっとでも危険だと思ったらどんなに抵抗しても連れて帰るからな。うん。キリムを抜いても何も変わらない。封印するにはキリムを抜くだけじゃダメなの。はめてあった時と逆にするの。わかった。ファールと共に眠りよ。おじさん。お、気がついたか。まったく二人とも無茶しやがって。リアナは？ここよ。リアナ！さてと、グズグズしてると二度とお日様が拝めなくなるぞ。あらら、先行艇がない。あの黒服逃げやがったな。くそ。あ、じゃじゃ、ゼニガだ。見つけたぞ、ルパン。おっちゃん、なんでそんなとこに？いやな、お前を追って海に潜ったらこの船と出くわして、てっきりお前が乗ってると思ってな、
捕まえたらなんと誘拐犯の仲間じゃねえか。で、締め上げたらここにお前たちがいるって白状しただけよ。まったく、とっつぁんには負けるよ。まあ、とにかく助かれそうだ。二人とも急ぐぞ。うん。リアナ？リアナ、どうしたの？母さんにね。え？母さんにお礼を言ってたの。あの光。光？海の民の光の中で母さんと会えたの。そしてここを閉じるようにって教えてくれたの。もう誰の目にも触れないように。そうだったんだ。それで、おい、急がねえと逃げらんなくなるぞ。お前は逃がさんぞ。分かってるって。行こう。